挨拶のソインパラダイス、どうもクロです。というわけで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日は月曜日ということで、買いましたジャンプってやりたいんですけれども、電子は月曜発売、紙は明日の火曜日発売ということで、紙派の方は発売されてから見てください。いやもう最近一気に寒くなりましたね。本誌で裏梅が氷塊とともに登場、雪が降るタイミングで現実世界も寒くなる、ついに本誌が現実世界と連動し始めました。というわけで今回の238話もやばかった。カシモがまさかの庭退場、熱と氷のバトル、ハカリ vs 裏梅の領域展開も描かれず、まさかの火車参戦という予想外の連続、こちらについてあれこれ語っていきたいと思います。ぜひ皆様の意見や感想もコメント欄で教えてください。はい、というわけでパソコンにあれこれまとめましたので、こちら持ちながらやっていきます。パソコン持ってやってるとね、重いでしょっていうね、お気遣いのコメントもいただきましてありがとうございます。全然軽いんで大丈夫ですということで、カシモくんの第三の目開眼ということで、まあ X 線使ってましたけれども、電磁波であるということで、カシモくんの幻獣琥珀、これはカシモが呪力から変換できるあらゆる現象を実現するために肉体を作り変えるということで、これによるものかと思われます。そして導き出される結論は完全無欠ということで、さすが呪いの王ですね。はい、スクナは口と腕が常人の倍あるということで、一組の腕には呪具を持ち、また一組の腕では松陰を結ぶ、そして一つの口では受信栄章し、一つの口では会話する、そりゃ優位性ありますわな。さらにこれだけの異形にもかかわらず、デメリットは一切なく身体機能も損なっていないと、単純にアドバンテージが高すぎる。そして前回の本誌会でもお伝えしましたが、第117話の扉へ、こちらですでにスクナの完全体は描かれてまして、ここで左手に持っていた呪具が前回登場したヨロズが命を懸けた縛りで構築した呪具カムトケ、そして右手に持ってるものも今後出てくるかもしれないねっていう風に言っていたんですが、今回その持っていた呪具の名前が飛天ということが明らかになりました。効果的なものは分かりませんが、まあ、だいぶ攻撃に特化はしていそうですよね。そしてこれまでも情報が出ていた藤原ホッケ直属実月精神体ということで、これは仙台コロニーで登場したウロタカコ、ウロタカコがここの元隊長でした。そして悟空将、これはスクナ vs ヨロズ戦で名前が登場してました。これらは以前までで出ていた情報、そしてこっからの新情報、天使が安倍家の精鋭ということで、安倍と言ったらやはり呪術的には安倍の生命ですよね。ファンブックでも安倍の生命についてはちょろっと触れられております。その安倍の生命に仕えていた天使、そして打点と言われるスクナ、ここからもね考察の余地が広がりそうです。さらに菅原家与党で編成された弟子珍部隊、こちらは菅原家ということで、五条や乙骨とのつながりがある一族、スクナはこれらを退けているということで、一巻でも言われていた呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れたが、説得力マシマシになってきましたね。それはあのカシモくんが見とれるほど、カムトケをね口に加えて4本腕で攻撃する、これもなすすべなしですよね。そしてついにずっと何かある何かあると言われてきたお腹のくじ、この口がですねお披露目というか、樹脂栄章しましたよと、竜林反発つがいの流星回ということで、以前スクナがマコラの攻撃をお手本に習得した世界を断つ斬撃、これによって五条悟は無加減呪術もなすすべなく、その世界ごとぶった切られてしまい、五条は 2.5 条になってしまった。そしてここでスクナが言ってる俺に愛を説いたアホということで、これはヨロズのこと、以前スクナとヨロズが戦った時にヨロズがまだまだ教えてあげるわよ愛を、絶対的な強者、それゆえの孤独、あなたに愛を教えるのはこの私っていう風にねヨロズが言ってまして、そこのナレーションがスクナ vs 五条の現代最強 vs 史上最強の戦いでも所々で差し込まれていました。ただヨロズにこれを言われたスクナはフっていう風に、スクーに愛知ってるみたいなね顔しまして、どうやらスクナが愛を知ってるっぽいぞということで、スクナにも何かしらの愛を知った過去があったんじゃないかみたいなことも考えてきましたが、ここがおそらくこの後に繋がる感じですよね。スクナはよろずに愛を知らないみたいなこと言われてましたけど、スクナ的には愛を知らんと言われると心外だと、この愛についてはこの後のカシモとのやりとりなのでしょうか。ということでカシモくんはなんか網斬撃みたいなね、初代のバイオハザードでもあったトラップみたいですよね。これによりカシモ
下くんは死体は描かれていませんが、まあ死亡しただろうと庭で退場。はい、まあこれはね、呪術回戦における負けの鉄板パターン。渋谷事変のジョーゴもね、スクナとあの炎対決した時ありましたけれども、そこが描かれた後、ダゴン、ジョーゴ、花見、この3人のやり取りが描かれて、ジョーゴはやられてしまった。ちょっと前に五条悟も五条の勝ちだ、これ言われた後に空港でのやり取り、それが差し込まれてやられてしまっていた。今回同じようにカシモくんもなんかヤバそうな技が繰り出される回想、もうこれは鉄板の負けパターン。カシモくんはスクナに他者とどう関わると、どう慈しめばいいと問いかけてましたが、スクナ曰く強いだけで愛され、愛に応えていると。それなのに孤独を憂うお前は贅沢者だよと。というわけでスクナが愛知ってるみたいな感じで書かれていたのは、これが理由でしょうか。スクナはそんな愛を理解した上で、愛などくだらん。というわけでスクナさん、平安時代のローランド、俺か俺以外か。はい、それに対して飽きるだろと笑顔を見せるカシモくん。ということでカシモはこの最後の笑顔で満足できたのだと信じたい。そしてカシモの飽きるだろに対してスクナさん、存外人間の味は多種多様で刹那的でな、死ぬまでの暇つぶしとしてすする分にはちょうどいい。これが賢者と契約してまで呪物になった理由なのか。これスクナさんが人間の味ということで、その人間との戦いの例えで言ってるのかと思いきや、スクナさんはカニバリズムです。ファンブックでの裏目の説明で、スクナは人も食いますが人を調理するのは難しいというか、そういう経験のある人が少ない中、裏目はその才能に秀でていたっていう風に書かれております。そしてさらに驚いた、もうイタドリとスクナの戦いが見れるんですかと。ただここのイタドリくん、あれイメチェンしましたみたいな。今日の初見読みライブでも、あれナメック星から来ましただったり、あれ地獄先生ヌーベの鬼の手ですかとか、いろいろ言われてました。そしてヌーベ公式アカウントにもこちら、これはイタドリが新しい能力を得たのか、だとしたら食ったと思われる受体クソーズの4から9番の影響なのか、それとも五条が以前に言っていた、その地君の体にはスクナの術式が刻まれる、これによるものなのか、もしくはちょっと前に似たようなフォルムであった仙台コロニーでお骨がリカちゃんにカスタマイズしてもらっていたあの右腕、もう一人の主人公イタドリもリカちゃんにやってもらったのか。ちょっと前にイタドリはお骨先輩やってくれ必要だろと、五条戦に参戦するかどうかの時にそんなようなやり取りが行われてました。イタドリがお骨先輩にやってもらおうとしていたことっていうのはこれなのか。ただ爪を使った攻撃は意外すぎる、あれハリチズルですかみたいな。さらにこの腕はすでに一貫で描かれていたのか。そしてこちらも意外すぎた、ヒグルマヒロミの参戦。なぜヒグルマが共闘するに至ったのか。カシモ乙骨、ハカリマキは今後登場しそうな描き方されてましたが、まさかのヒグルマヒロミと。彼が呪いの王と対峙する理由とは。ヒグルマといえばハカリと同じ必中に特化した領域展開、中腹獅子。さすがに法廷に立つスクナや裏梅全く想像できませんし、何より勝つビジョンが見えない。ヒグルマはもちろん天才ですけれども、ただ過去の術師よりも経験値は少ない現代の術師の術式覚醒タイプなので、さすがに荷が重そうなので、そもそもこれは勝つための参戦ではないのかもしれないぞと。スクナ裏梅に勝つための参戦ではなく、伏黒を奪還するだったり、イタドリがスクナの最後の指一本、それを再び食って自分がスクナ扱いになることにより、その状態で自分もろとも処刑人の剣で執行してもらうつもりなのか。ヒグルマ参戦は単純に勝つっていうよりも何か別のことをやるための参戦、こっちの方が考えやすそうです。ということで、また新たな衝撃情報が出た回でございました。かなりスピーディーに最終展開に進んでる感じがありますよね。ぜひ皆様の意見や感想、考察も下のコメント欄で教えてください。ヒグルマヒロミの参戦は完全に予想外と思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。